皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、対談じゃないけど、ざっくり千葉エリナちゃんとお話ししていこうと思いますが、はい、じゃあ初めての方もいらっしゃると思います、はい、いらっしゃると思いますので、まず自己紹介からお願いしてよろしいですか。はい、北海道生まれ、あ、千葉エリナです。もこりん、千葉エリナです。北海道出身で、生まれつき脳性麻痺という障害で電動車椅子に乗っています。はい、そしてヘルパーさんの生活なくては日常を過ごせないような体なので、はい、助けてもらいながら生活しています。はい、って感じ。うん、じゃあもうちょっと。じゃあ、今日は、まあいろいろね、本当話したいことあるけど、一番、まあ女子同士なので、恋愛トークをしていきたいと思います。なんと、今年というか、去年か。2021年、私を差し置いて結婚した。結婚したんです。おめでとうございます。出たすみません、そう思ってない。あ、結構今あげてなかったね、そういえば。いや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 、全然ということで、今までの恋愛のお話と、まあ、旦那さんとの馴れ初めと、まあ、あとは、まあ、今後のね、ベイビーちゃんの話とかを含めて、多分ね、2つになると思うんだ、私的に。2本分お話ししていこうと思うんですけど。はい、じゃあまず、この恋愛話からいきますか。じゃあ今まで付き合った人何人？待って、今年齢聞こうかね。そうだね。27歳です。はい。ダンサーです。で、付き合った人数は、多分7人ぐらい。いいですね。じゃあ初めて付き合ったのは？高校1年生の時です。高校1年だと16でしょ？じゃあ10年間で7人と付き合ってるじゃん、それ。自分のさ、やばい、1年に1回。ね、今思えばすごいね。1年に1回のやつ。じゃあ、いつから東京にいるの？23からいます。23から東京に来て、で、今の旦那さんと出会って、そこからもう1時。それは告白される方、する方？告白、どっちも。へぇー、フィフフィフぐらい。え、もうじゃあずっとなんか同級生とか学校内での恋愛？いや、なんか学生の時はそうだった、けど、あ、学校は普通の福祉的な、そういう養護学校的な学校じゃなくて、地域の学校で、最初付き合ったのが野球部で、丸坊主のピッチャー。好きだね、丸坊主。ピッチャーで、なんでこんな人と付き合ったんだろうっていう人と付き合ってた。それ、悪い方のってこと？うん、悪い方の。何すんの見てたら。結婚したよって。結婚したよ、4ヶ月で別れて、で、その後は、その、いわゆるモバゲーってあったじゃん、モバゲーで知り合った東京の男の人と、北海道にいるのに、北海道にいるのに、じゃあ一回も会ったことないで付き合ったの？付き合って、で、その人が北海道に1ヶ月に1回来てくれたの。そう。え、社会人？社会人と高校生。社会人じゃない、専門学生か。へえ、すごいね。そうで、お付き合いして、浮気されて、別れて、で、その次が大学生になるんですけど、北海道の時の大学、大学1年生の時に、まあ、約4年間ほどお付き合いしていた方がいまして、この人がね、一番残る元彼かな。へえ、なんで別れちゃったの？恋愛してないとダメなんですよ。いや、羨ましいよ、
それだけ好きな人ができるって。女として見られてないのが嫌だ。ああ、でもそれはわかる。うん。でも、なんかその、だんだん、なんか女として見られなくなるのね。あ、付き合ってるとね。付き合ってると。うん、しかもなんか車椅子だし、自分が。うんうん、だから、大学4年生の4年間付き合った彼氏も、うん、半同棲みたいな形でしてて、うん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 、身体的にね、あーなるほどね、持ち上げてもらったりとか、はいはいはい、そういうのになってたんだけど、うん、なんかだんだんね疲れた、もうやだ、頼むごとに言われてしまって、うん、それがねちょっと精神的に苦痛になって、うん、いやーその、それはね私もなんか、うんなんかちょっと不安不安というか、私はまだね自分のことを一人で返せ直す、うん、落ちない大丈夫落ちないあいやまだ一人で自分のことまあできるから、うん、そんななんだろうけど、本当にだから高いもの取ってもらうとかさ、高いところの掃除してもらうとかね、うん、料理は自分でできるし、普通に二人で生活してるだけだったらそんなにないと思うんだよ、うん、まあ、あとは分かんない、その車椅子をどう思われるかがよく分かんないんで、ね、まだ彼氏できてないし、もう4年目になりますこのうち。できるできる、紹介する、押してほしい。え、でもなんか好きになれる自信がないんだよな、なんか結婚しなさそう。パートナー性がいいの、だから結局結婚しても、うん、今の老いの生活環境は変えたくないから、うん、いろんなところに行きたいし、いろんなところに行くだろうしさ、うん、だから家を空ける時間なんか多分いっぱいあるわけじゃん、うん、それも別にいいですみたいな、別にもういけん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 みたいなのは別にしたいとも思わない、うん、だからもう好きになった時からもうなんかもう家族みたいな人がいい、家族の距離感で入れる人、そしたら落ち着きのある人なのかな、あ、そうだから何でも話せる人がいい。じゃあ年上だね。次はじゃあ旦那さんと馴れ初めに行きますか。はい、旦那さんと馴れ初め。馴れ初めはアプリです。マッチングアプリ、マッチングアプリとねまた違うアプリでね、うん、暇チャットっていうアプリで、暇な時に会話しようみたいなアプリで、マニアック、そうで、この東京に越してから寂しすぎて、うん、暇すぎて、うん、暇チャットを始めて、うん、そこで知り合った人だから、付き合うもう予想してなかったし、結婚も予想してなかった人だったから、でもだから会おうってなるわけだよね。会おうってなる、絶対落ちそうそろそろ落ちそう、ちょっと一回ブレイクタイムで大丈夫、いい、ありがとう、はい、そう、会おうってなるじゃん、うん、なりますね。なった時にちょうど東京近辺出身なんだけど、その人は、うん、出身なんだけど、たまたま出稼ぎというか、うん、沖縄で仕事をしていて、で、会えなかったのね、うん、だから毎日電話と LINE をずっとしてたの。だからもう それで好きになる。多分その1ヶ月なんだけど、電話と LINE してたのが、うん、その1ヶ月がなかったらもう付き合わなかったと思う。へー、うん、こうよく言われるのがマッチングアプリとか、そのアプリで恋愛するときに車椅子ですって初めに言うのか、うん、ちょっと良くなってから車椅子ですって言うのかみたいなのあるじゃん。あるね、うん、人によって使い分けをしてたかもしれないと思っていて、うん、その人は何でもかもみたいな感じだったから、うん、これ車椅子って言っても引かないなって思って、うん、オープンで、最初からオープンで行ったかな。その時にペアーズも一緒にやってたけど、うんうん、ペアーズは車椅子が見えないような写真にして、やってたかもしれない。へえ。
出会えそうだけどね。いや、なんか、うん、まあ、その YouTube でさ、あの待ってますみたいなのやるけど、うん、で、コメントとかに来るけどさ、なんか本気なの、本気だったら私はちゃんと顔写真を送って、うん、顔写真を送ってきてもらって、うん、どこどこの誰々ですみたいな、うん、もっとさ、誠意をちゃんと見せてほしいの。はいはいはい、私が言うのもあれだけど、はいはい、ただ、お付き合いしたいですって一文だけ DM 来る、来て、じゃあどんな人かなってさ、例えばインスタだったらさ、うん、見に行くじゃん、うん、何も投稿してなかったりするからさ、うん、それは無理ですよっていう。まこちゃんと付き合いたい方は写真を DM で送ってあげてくださいそう、でも見た目って大事だからね。そう、だってマッチングアプリも結局ほら顔から入るじゃん、うん、そうね、もう仕方ないけど顔から入るんだからさ、うん、でもそのマッチングアプリで多分重要視されるのが筋肉質かどうか。そうだから私はお姫様抱っこできる人じゃないと、うん、最近は嫌だなとか思う。やっぱりどこにも行けないし。そうだね、うん、そう、抱っこしてもらった方が早い時は絶対あるから。だから一回初めてその車椅子になって埼玉の病院にまだ入院してる時に自衛隊の人とね関わりがあったんですよ。でディズニーランドに行って、はい、初めましてって会うのがディズニーランドだったの。同じ自衛隊の子が私と同じ病棟にいてて、お見舞いに来て、で私を見かけてくれたらしくて、でディズニーランドに行ったんだけど、やっぱ乗り物乗る時とかさ、うん、こう抱えてもらう瞬間とかあったりすると楽だなって思った。その人とは？いや、全然です。ちょっと自衛隊も。なんか、ガテン系ダメなのよ。あ、そうなんだ。なんかそういう、なんていうの、中二病っぽいっていうかさ、なんか私そういうのダメな人なの。オラオラしてるの。あ、なるほどね。そう。あ、すいません。すいません。足が。あの中にプロレス技をかけるところでした、まこちゃんに。でも気づかないからね。いや、そうなんですよ、だからね、はい、でもそういう感じでさ、まこちゃんにアタックしたい人は、うん、写真付き DM で、オラオラしてない方、まあ、職業と年収も教えていただいたら一番一番ありがたいかなと思いますね。職業と年収だけ、職業と年収ね、大事なんだね、はい、大事なんだベイビーちゃんの話をしていこうと思うんですけど、その前に感覚はあるんだよね、こう触られた感覚はね。そうそうそう、感覚はある。でも自分で動かすことはできないんだよね。動かすことはできるの？できればできるけど、うん、でもその時に脊髄損傷でいう形成みたいなのが起きるから、うまく言うことが聞かない。うまく、そう、言うことが聞かない。なるほど。じゃあその行為はできる？